さあ今週のテーマは新妻潜水が本気で学びたいものをリクエスト、夫の胃袋わしづかみレシピです。今日は朝食にもぴったり、新婚の妄想話8割でお送りしたいと思います。妄想8割ということはレシピは2割ということですか。そういうことになりますね先生。あ、いいですよ、 OK ですよ、はい、ということで今日は花井さんに教えていただきますが、花井さんといえば野菜ソムリエということで、はい、そのお野菜を美味しく食べる方法を教えてもらいます、うん、はい、今日はこちらです、はい、ビタミンカラーのオンサラダドレッシング3種ということで、確かに見るからに元気が出そうな、うん、はい、美味しそうなサラダになっております。こんなの朝食に出てきたらいいですよね、うん、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。スタートです。そうそう、もうその時間があるから、はい、音がないといけない、ね、じゃあまずね、人参ですね、はい、人参なんですけど、はい、これ皮ね、あるでしょ、もうこれまだついてます、ほとんどこれ膜なので、もうこれはね、むがない。やっぱり花井さん、ね、そう、向かない、向かないですよ。もうね、あの先生さんね、丁寧な生活をしたいけど、はい、面倒なのは嫌な先生さん、そうの通りです、ね、そうそう、だから本当によくお分かりで、その通りです、ね、だからこういう風に食べられるものは全部食べてしまいましょう、はい、で、私これね、これね、あの今日サラダでしょ、これね、太めにしますよ、ね、これこれ太め、へー、太めにしましょうね、本当だ、うん、食べ応えがあるようにね、はい、で、私はこうやって切っていきますので、はい、先生さん、もう一つの材料の絹さやをね、絹さやの、うん、筋を取っていただけますか、はい、さあ、どう取りましょう。まずここですよね、うん、ここから取りますけども、はい、どっちかな、これだから、あ、どっちからいくか、そう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 、この場合はこっちだ、そうですね、はい、野菜料理この場合絹さやの個体によって違うんです。私の中では違います。あ、そうなんですか。あの、しっかりした方、そうです、そうです、この絹さやの場合はそっち、さあ、行きました、行きましたね、行きました、OK です、はい、野菜料理3級合格、もう3級合格そう、もう3級合格ですか、そうそう、今日はね、もうね、大雨ですよ、うん、はい、いいですね、春の、うん、絹さや、うん、でね、あのスナップエンドウとかってちょっとこう硬いのあるじゃないですか、はい、その時にはこれ両側が硬いので、こうスッとね、こうこういったら、うん、こうまでいったら、片方行ったらまたこうからね、こういくんです、こういう風にね、うーん、で、そう、全部一周で綺麗に取れますよ、あはは、くっつけたまんま、そう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 、はい、そう、はい、よくできました、エプロン姿で金彩の筋を取るってなかなかいいんじゃないですか。本当ですか、ね、はい、ですか、スマップ大好きさんもエプロン姿で笑顔の潜水さんが見られなくなるのはすごく寂しいですが、はい、その優しさで旦那様を包んであげてくださいと一例。いやでもね、この本当楽馬クッキングに関しては、うん、ものすごい勉強になるコーナーだと本当に思います、うん、はい、初心者にも優しく、はい、はい、じゃあ今日はそれをパックでね、いきましょうね、はい、OK です。でこちらの方にもう油が熱してますんで、はい、こちらの方に人参と、はい、絹さやを入れていきますね、はい、切った人参と絹さや、はい、はい、でここにですね、潜水さん、はい、お酒をちょっとね、はい、入れていくんです。お酒を入れるんですが、はいはい、出ました。今お酒がね、花井さん曜日恒例の、はい、また入れるはずのお酒がない、お酒がないという、花井さん持ってますね、ね、本当今走ってますからね、人がね、お酒取りに行ってますんで、もうね、はい、先週楽までこれですからね申し訳ない。いやでもね、本当に夢見るドラゴン娘さんも、はい、今日は花井先生と新人奥様の潜水さんのやり取り、はいはい、とても期待してますともらってます。はい、あの潜水料理上手の道何回かやりましたが、やっぱ花井さんとやるとね、はい、この嫁姑感が出るんですよね、なんかこの並び的に、あ、いい母でしたか、え、あ、お母さんどうもありがとうございます、はい、厳しくもあり、え、優しくもあり、え、ね、え、はい、で、いいですか、揃いました、持っていいですか、はいはい、お酒届きました、お酒なんですけど、はい、今日これね、ワインなんですよ、で、ワインをね、はい、こう回し入れますね、はい、で、このワインはですね、うん、昨夜の飲んだ残り、昨夜の飲んだ残り、そう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 、ね、なるほどあれがあったねって、なるほど、はい、そういうのを活用するわけですか、そうです、そうです、新妻はね、上手に、なるほど、はい、わかりました、それで蓋をします、はい、で蓋をして
いじらずに1分間置くだけです、うんうんうん、でこうするとね野菜のもうこう熱がこうこもって野菜の中に優しくねしっかりとねあの火が通りますからね。はいはい、もうほっとくだけでこの間に。そうそう、でこれはね炒め野菜にしても、はい、あとカレーのほら玉ねぎを炒めるでしょ、はいはい、あれなんかもこうってしなくてもこうしとくと 2,3 分でねOK ですよ。へえ、アメ色になります。あんまり触ったりしない方がいいですね。そう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 、はい、うんうん、またねこれがいい色になるんですよ ね、 そうそう。でね今日サラダでしょ、はい、なぜオンサラダにしたか分かりません。普通ね生がいいってじゃないですか、はい、その栄養壊さないって、うんうん、でも例えばこの人参、うん、油と炒めることによってあのカロテンの吸収が良くなるんですよ。あ、へえ。で全体的に繊維が壊れるんで、はいはい、栄養の吸収がいい。あ、人参とかは火を通した方がいいんですね、うん、そうで、たくさん食べれる、うんうんうん、ただね、あんまりたくさんあの火を通さない、はい、今1分ですよ、はい、これでもう火を消します。ちょうどこの1分くらいがいいんです ね、 ねこれもうすでに、ね、でいい感じでしょ。いい感じです。でここにちょっとね、お塩を振りますよ、はい、パラパラとね。はい、これでもうできます。まず見た目に元気が出る、このそうそう、ビタミンからですね、はいはいはい、ぜひね、あの温野菜で食べてくださいね、はいはい、で、続いてじゃがいも、はいはい、ちょっと待ってね、はい、押さえとるんですって。そうそう、はいはい、はいはい、いいですか、はいはい、取りますね、はい、行きましょうね、はいはい、で、これ一品ね、これできましたね、はい、はい、置いておきましょう、はい、それでですね、次ね、はい、まず今度ね、じゃがいもですね、はい、ポテト。でこちらはもうねちょっとあの半分切ってるんですけど、先生さん、今日ね新じゃがでしょ、はい、新じゃがとっても皮が薄いので、はい、もう皮付きでいきましょう。出ました、これも、これも有意義な横着、はい、なるほど。先生さん切りますか、ええ、はい、もう新じゃがだったらもう、ね、皮も剥かなくていい。でこれもみずみずしてしょ、これね水が水もね、本当にね、そうそうそう、で皮も薄いのでもうこのまんまで、ちょっとこうあのちっちゃめにしましょうか、ちっちゃめでね、ちっちゃめ、うん、ちゃめで、まあそれでオッケーオッケーオッケー。新茶が大好きねえ、うん、老犬黒の母さんは、泉水さんといえば料理コーナーでの毎回の不安な包丁さばきが印象的です、うん、で今日もシワが増えるくらい笑わせてください。包丁さばき笑わせる気は全くないんですけど ね、 でね、この猫の手にしたら下でみんなね、猫の手しすぎってのしすぎってどういうことなんだろうって。そうですね、そうなんです。泉水さん猫の手すぎるっていうのも来てますよ。あ、私は加減がわからない。痛いな、猫の手。猫の手ですか。ラスト猫の手みたいな。なかなか見れませんよね、この手は。出てこないと思いますけど、ね、あ、もう見られないのかな。さあ、では猫、出た出た、見事な猫の手です。猫以上に猫。いや猫の手、普通の、いたって普通の猫の手ですけどね、これ。何がおかしいんですかね、この場合猫の手じゃない方がいいんですね。いや、いいですよ、先生さんの場合は猫の手でいいですか。OKOK、はい、できました。はい、はい、でね、はい、こちらをですね、はい、切りました、はい、で、これちょっとね、一手間、うん、水にね、さらすんですよ。あ、ほうほうほう。その理由は、はい、じゃがいも、はい、あの、でんぷんがあります、はい、でね、このでんぷんをちょっと水にさらして取るんですね、はい、で、こうすることによって、うん、味もさっぱりするし、はい、後のね、調味の味染みが良くなるんです。なるほど、ちょっとこれしましょう。こちらがわしづかみポイント。そうです、じゃがいもは水にさらしてでんぷんを取ると。はい、はい、でちょっとね、ほら、もうでんぷんが出てますでしょ。ほら、だいたい5分くらい水にさらしただけで、うん、水が濁ってきた、白く、ね、でこれをやっぱり取ることによってね、味が全然違うので、これがでんぷん。はい、新妻はるか、これでもう料理の道3分ぐらい行きましたよ。 OK です。はい、OK ですね、はい、はい、どん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 ステップアップしてですね、はい、19分で、はい、でこちらをですね、あの、水からですよ、はい、水から茹でますね、はい、根菜は水から。そうでしたですね。で、葉物は、葉物っていうか、はい、根菜じゃないものは熱湯からです。 OK ですね、はい、で、こちらの方にもうね、湯がいてますね、はい、これ大体10分くらいかな、はい、すればいいですね、はい、で、こちらの方を、うん、一旦、はい、お湯を切ります。はい、で、ザルはいらないですね、うん、あ、ここから粉吹き芋を作るわけですけど、そうそう、こうしてね、もうこうしてちょっといけば、蓋でいいんですね。蓋でね、これお母さんやってましたでしょ、台所で。分かんないです、やってたのかな。やってました、やってたんでしょう、うん、やってください、これね、いたようです、はいはいはい、で、こちらの方にもうちょっと水分残ってるので、はい、もうちょっとね、これを
飛ばしますよ、うん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 、で飛ばすことによって粉が吹くから、はい、コーヒーも吹きも、はい、はい、でもう本当にあもうね新茶がだから柔らかいからほらもう本当だ早い早い吹いてますね吹いてますね、はい、はいはいこれで OK でこれを通常このままここで塩コショウしたらもう小吹きの出来上がりなんですけど、はい、今日はね泉水さんにちょっとね、はい、一味違うものを教えてたくって、はい、これ半分ほどちょっとね、はい、あの取りましょう、はい、ね本来だったら塩コショウでもいいけどっていうもう一あれせっかくですからね、はい、花井の知恵をすべて今日は伝授しようと思って教えていただけるのは天気の知恵もいやそんなことありません、はい、本当に目から鱗だらけです、はいはい、でこちらの、ね、塩コショウしましょうね、はい、でこれが通常のオーソドックスな小吹きですね、うん、ポテトサラダとかでこれコショウは、ね、白でも黒でもいいですからね、はい、でこれもう熱いうちですよ熱いうちにしないとね味が死にませんからねはい、はいでこれはこれで置いておきましょう、ねはい、できましたと、はい、で半量取ったこの粉吹き芋こちらですね、はい、ハニーマスタード味をちょっとはい、ま、今ねまた人が走り始めたんですけど今度何がないんですか器でした器がないあ器がないね、はい、器がないでねこれ2マスタードを大さじ2ですねはい、はいそうでここからはハニーマスタード味あですね、はい、来ましたね作っていきます、はい、器来ましたありがとうございました、ねはいはい、ではでは行きましょうか、はい、まず粒マスタードですね、はい、大さじ2ですね大さじ2、はいはい、でそれにですね蜂蜜ですね蜂蜜は大さじ1、はい、すごいねっとりした蜂蜜そうそうこれ、ね、ちょっとねいい蜂蜜ですねはいいい蜂蜜ですね、はいはい、でお酒なんですが、はい、これも夕べの思い出の白ワインですか、はい、入れましょうね大さじ1花井さんそのちょっと気に入ってるんですよ昨夜の飲み残しの白ワイン使うっていうことでそうそうそうもうそのお手伝いしますなるほどね、で醤油を小さじ1ですね醤油入れますよこれここにお醤油ちょっと意外でしょ、はいはい、でこれを混ぜると、はい、ハニーマスタード味のドレッシングが出来上がりますでこれね何でも使えますからね今日じゃがいもでしょ、はいあのキャベツでもいいし、うん、大根でもいいしこれからいろんなものに使えますんでドレッシングはねこういうふうにね何かこう覚えておくと何でも使えていいですね、はい、はいはいそうですよね、うん、サラダはサラダでもドレッシングを変えれば全然味わいが違ってそうそうそうもうねあの野菜はね年中ね、うん、やっぱり同じものと、まあ、あと旬のものですけど、うんうん、こうやってねいろいろね、うん、はいでこれちょっと新妻さんあいいですか味見してみてもどうでしょうかハニーマスタード味、うん、お母さん最高ですあそうですか美味しいそうよかったあマスタード結構入ったのにそんなに辛くないです、ね、あうんだからちょっとこの好みでね、うん、あのマスタードを少し多めにされてもいいですよでお肉にも合いそうですねそうそうそう、うん、でこっちの方を今ここのねじゃがいもに合わせていきましょうねここで和える、うん、でねこれ熱いうちに和えておくと、はい、あの味がよくな、ま、あの馴染むので、うん、別でこう出すよりもね、うん、その方がねじゃがいもも淡白ですからね美味しいと思いますこれ美味しいことは別料理になるわけですね、そうそうそうはいできましたねはい、はい、はい、できましたはい、はい、でね今日はね、うん、あと2つドレッシングをそうなんですねちょっと、うん、お教えしようと思ってはい、はい、続いてのドレッシングが、はい、まずね、はい、ポン酢オイル味ですね、はいはいポン酢入りますポン酢オイル味、はい、でポン酢ってあの必ず冷蔵庫ありますよねうんあります飽きちゃうから、はい、ちょっとアレンジをしてポン酢それにねレモン果汁を大さじ2分の1、はい、にオリーブオイルへえ入りますね、はい、それに黒胡椒が、はい、ちょっとで適量ですね、うん、適量ですよ入りますねだいぶ入れましたでも結構だ、はいはい、ました大人の味にしました、はい、でこれでポン酢がちょっと変わるへえ、はい、はい、ちょっといいですかこれも、はいはい、そのサラダだったらポン酢だけでもうんやっぱりちょっとねオリーブオイルも入ることによってちょっとあおい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 あおしゃれおしゃれうんうんうんC はどこだ C とってもあの美味しい美味しいです
あのポン酢の和風じゃなくってちょっと洋風ですよね。はいはい。でこれもね、本当あの豚肉のしゃぶしゃぶとか、あと冷ややっこでもいいし、うんうんうん、白身魚でもいいし、はい、いろんなものにこれ使えるから、はいはい、おいしいね。これ覚えておったら、潜水はるか夜の道が、4段階目、4段階目上がりました。今4ですね。わかりました。でさっきから3級になったとか3歩進んだとか4段階とかあの単位を統一してもらえませんか。絶対見えないですけども。じゃあ4級ですね、はい、上がったということでした、はい、え、さっき3級だったのが4級になった。3級に下がった。下がりました。じゃあ5級にしましょう。どんどん下がってる。下がった。あ、そうか、1級があるか。そうですよ。だんだん増えていきます。あ、3級、2級、1級。じゃあ今2級ですか。あ、2級、ありがとうございます、はい、2級に行きました。はい、次ね、次3種類目の、はい、季節のね、マーマレードを使いますよ。マーマレードソースですね。すごいですよね。はい、でね、これ季節のもんでしょ、はい、もちろんこのマーマレードを作ってもらってもいいんですけど、まあ、ちょっと今日はね、市販品にしましょうね。普通のオレンジマーマレード。そうですね、はい、はい、で、オリーブオイルです、これもね。ここにオリーブオイル、同量ですね。大さじ1ですね。で、それにレモンが、果汁が小さじの1で、うん、でね、あ、まあいいや、バルサミコ酢、ちょっと今、バルサミコ酢ね、白、バルサミコ酢の白、白、はい、はいはいね、はい、これね、白にすると色が変わらないでしょ、はい、あの黒って入れちゃうとちょっとね、目立ちますよね、うん、そうそう、だから爽やかに、だからちょっとバルサミコも白と黒と用意しましょうか、冷蔵庫に。あー、一気に買っちゃっていいですか。いい、それぐらい許す。喜んだな今。バルサミコ酢使いたいです ね。バルサミコの白と黒が両方ある家庭を築きたいっていう、はい、でも自分には2本買ったらちょっとハードル高いかなって。だからね、普段の食材もね、あのそんなにこう高いものを使わないんですよ、はい、あのフォアグラとか、何他に高いもの、キャビア、あ、キャビアとか、そんなものを食べなくてもいいから、はい、調味料をちょっといいものにするね。あとはもう大根とかおナスとかね、はいはい、あのあれでしょ、普通のもの。そしたらもう料理が美味しくなる。そうです、そうです、そうです。で、ちょっとこれ、はい、はい、ちょっとこれでちょっと1回、はい、ちょっとこれで1回味見してもらって、どうですか。美味しい、美味しいです、美味しい、うん、スイーツみたい。で、さらに、甘いんだ。はい、甘い。黒胡椒をちょっと入れますよ。ここに黒胡椒。はい。それで、はい、ちょっといくとどうなりましょうか。また味変わります？ちょっとね、ちょっとね、ちょっと変わっておきますよ。この味の変化。美味しいです。うん、本当だ。ちょっとこうパンチがきますよね、うんうんうん、あの味が締まるような気がする、うん、でこれをね、パンでもつけてもいいし、いいですね、バケットでね、うんうんうん、はい、でこれで3種類できました。はい、はい、それで盛り付けていきましょうか、ね、これ今日のは一緒にパンが置いてありますけど、そうそうそう、こうしてね、うん、朝でしょ、パパパッとねしてね、朝ごはんにこれ出てきたらもう最高、いいですよね。はい、で、サラダも盛り付け、はい、行きましょうか。昨日白ワインを飲んだ翌日の朝ごはんですね。そうです、そうです。ちょっと昨日酔っちゃったとか言いながらね、ら、酔っちゃったのにこれ作れちゃうんです、うん、ってなるんですよね。そう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 、はるかすごいなって言いますよね。いや、これ朝から出てきたらすごいですよ。そうそう、でもね、そんなに時間かからないでしょ。で、野菜とかね、あの切っとけばいいですからね、夜の間にね、うんうん、あ、そうですね、そう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 。で、これ、こう、一つのお皿に盛りますよ、うん、はいはい、はい、で、はいはい、あ、ここちょっと言いましょうか、はいはい、で、これ二人でね、一皿ですよ、ね、こういう大きいお皿にね、そうそうそう、あ、なるほどなるほど、トーストは一枚ずつ、そうです、そうです、でもサラダは大きいお皿に真ん中に置きます。あ、ね、そうなんですよ、今悩んでることを聞いていただいていいですか。行きましょう。その、はい、ご家庭によってその大皿でドンドンドンっておかずが出てて、みんながそこから取るっていうのと、ほうほうほう、あ、ありますね、はい、一人一人ランチョンマットがあって、一人用のご飯、味噌汁、小鉢、おかずっていう、どっちのタイプにしようか迷ってるんですよ。で、花井さん、ところ日によって、でもこう和食の時にね、はい、お刺しとなんか
お椀物とかって、はい、なんかこう料理屋風、うん、ちょっとあって小鉢がいいですね。それもいいですし、うんうん、でまあある時はこうドンとね真ん中に置いて、うん、ワイワイとするのもいいですし、うん、和食の中でも時々お店なんかにも行っても、うん、肉じゃががドーンって持っちゃう、そうそうそう、あれもいいですよね。あれすっごい美味しそうです、ね、うん、おばんざいのお店みたいな感じ。そう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 、はい、できました。素晴らしいです。盛り付けも全部混ぜずに、はい、じゃがいもとお野菜という形で盛り付けました、はい、ビタミンカラーのオンサラダドレッシング3種30分で完成です。粉吹き芋と人参きぬさやの蒸しサラダを今回作りました。じゃがいもは水にさらしてから使うことで余分なでんぷん質が取れてすっきりとした味わいに仕上がります。人参ときぬさやは油と一緒に調理をすることで栄養の吸収率が上がります。そしてドレッシング今回は3種類教えていただきました。いろんな組み合わせでドレッシングを覚えるとサラダのマンネリも回避できそうですね。しっかりと覚えて食卓を彩りたいと思います。はい、潜水さんが最後にマスターしたのはビタミンカラーのオンサラダでしたが、猫丸さんが潜水さん頑張って、いつも娘みたいにドキドキハラハラで見てましたと。本当にご心配をおかけしました。もう広島県中のもうお母さんに本当に心配をしていただきましたが、ね、はい、成長したところを、ね、はい、見せられたんじゃないですかね。ありがとうございます。ではいただきます。まずじゃあそのもう味がついてる、はい、ハニーマスタードのじゃがいもいただきます。あー美味しい。これだけでしっかり味がついてるんで、うん、他のお野菜とも合いますよね。合いますね、うん、あ本当に、あ癖になる味ですね。いろんなものに合いそう。おすすめのちょっとじゃあオレンジマーマレードと人参いってみますね、はいはい、あ面白い。えこのドレッシングってはるかが作ったの？あそうなの、ごめん、あるもので作ったんだけどねねえ、なんか特別なこととかもこうね、まさしてないけどいいですね、いい。家にあるものでちゃちゃっとできちゃったってこと？なんかちょっとバルサミコ酢がねちょっとあったんでね。え黒じゃないの？今白があるのよっていうような、みたいな家庭を築く予定です。ありがとうございます。さあ来週ですが、来週は川村アナウンサーに変わりますということで、川村アナの腕前拝見初心者レシピです。かわいそう初回から初回から登場みたいです。月曜日は韓国料理のチョンさんがサラダビビンバを教えてくれます。花井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。